LGA2011 は、ランドグリッドアレイを採用した、インテル製、CPU ソケットで、LGA1366 と LGA1567 の後継にあたる規格である。別名は、ソケット R、ソケット R2、及び、ソケット R3。LGA2011 は、サンディブリッジマイクロアーキテクチャと IB ブリッジマイクロアーキテクチャ。 LGA2011V3 は、ハスオエルマイクロアーキテクチャとブロードエルマイクロアーキテクチャに対応しており、ハイエンドデスクトップ向け市場用、およびサーバー向け市場用 CPU となる。外観は、LGA1366 と比較した場合、切り欠き機の位置やソケットの大きさが異なり、ランドの数が645増えて、2011本のコンタクトピンを持つ。 LGA2011 は LGA2011 以外のソケットとの互換性はない。LGA2011V3 は LGA2011V3 以外のソケットとの互換性はない。ソケット R の R はパッツィーバーグチップセットベースのプラットフォームに与えられた開発コードネームロムリーに由来するメモリコントローラと PCI エクスプレスコントローラを CPU に内蔵し、プロセッサ間通信に Intel Quick Pass Interconnect、プラットフォームコントローラーハブとの通信に DMI 2.0を利用するのは、LGA 1366採用の CPU と同様。LGA 2011は、LGA 2011 V3 との互換性はない。LGA 2011から1は、 LGA1567 の後継にあたる企画である。2014年2月にリリースされた IB ブリッジ EX 及び2015年5月にリリースされたハスウェル EX で用いられる。LGA2011V3 は LGA2011 との互換性はない。LGA2011 はインテル 1079X プレス C602J。 C602、C604、C606、C608 など、LGA2011V さんは、インテル X99 エクスプレスなど、ありがとうございます。